はいどうも、エンタのゲームインザボックス。引き続きファミコンリミックス1プラス2のファミコンリミックス1やっていきたいと思います。さあ、アイスクライマーが残り3ステージ、レッキングクルーが残り、5ステージだね。はい、とゼルダがもうちょっとあるね。もう計算するのめんどくさくなっちゃってはい、じゃあ行きましょう。じゃあレッキングクルー行きましょうか。ダイナマイトを必ず使って全部壊そう。おう、おうちょちょちょ、おうちょちょ、はいはい、うん、壁を全部壊そう。あがががが、左遷。おっ、これ立っときゃいいんだね。これ次だね。次降りるタイミングを見極めないと。登ってるタイミングで違う、登ってるタイミングで降りて、ですぐにあの爆弾のとこまで行かないといけない。で爆発に巻き込まれて下に落ちないといけないんで、すぐ降りよう。よいしょよいしょよいしょ、あの敵め、あのナスの敵め。ね、こうだね、はいはいはい、オッケー。このナスの敵をね、落ちて、これでこれを壊す。オッケー、いったいった。よし、レインボー来た。幸先いいよ。ステージ12も開きましたね。あ、ベースボールがなんかちょっと現代風になっとった今。よし、もう一個レッキングクルー行きましょう。敵をドラム缶に閉じ込めよう。敵を回ってこういうことね。オッケー、敵を全部閉じ込めよう。あー、ちょっと当たっちゃって。あ、これでいい。待って、ほい。あー、ちょっと抜けちゃったよ。はいはいはい、お待って、はい、ナイス。でこれも爆弾を爆発させて入って、あなたも入りなさいと、はい、オッケー。敵を全部閉じ込める。はい。ここで、はい。オッケー、いった、うまい。これうまいよ。レインボー来たでしょ。レインボー来ない。あら、そう、辛口やな。お前ピーコのファッションチェックか、ほんま。じゃあゼルダの伝説いきまーす。ノーダメージで敵を全部倒そう。あれ、カンテナ持ってないの。持ってないの厳しいな。これ移動できないでしょ、これ。まあいいわ。あ、え、弓矢も持ってないのか。よし、ノーダメージで敵を倒すね。怖い、やめて。あ、当たっちゃった。くそう、爆弾をうまいこと使ってやろうと思った。オッケー、当たっちゃった爆弾を使うと必死すぎる。よし、連打。頭数を減らそう、敵の。動き止まった。今チャンスなんだけど、動きが制限されてる。よし、これはちょっとレインボー無理だけど、
C は3つ取れたね。はいはい、よしよし、 OKOK、OK OK、ではステージ12行きましょう。ノーダメージでライフを最大まで回復しよう。ダメージ受けたらダメだからね。これ移動していいんかな。移動していいね。敵いっぱいだな。はい、あと1個、あと1個。ここいるかな、敵。いたいた。おい、復活のタイミングがわからん。敵が出てくるタイミングがわからん。ない。敵ちょっとずつ出てくるの。危ない。ちょっとハート落としてよ。あ、これはあかん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 わ。だからこっちブーメラン持ってないもんね。これもあかん、これもあかん、これもあかんって。あんまりあんまりよくない。ルピーいらない。妖精、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 妖精を爆死させようとしてまあ星2つ、妖精を爆死させようとするっていうね、新しい作戦を思いつきまして。あ、マリオ、しゃがんでるマリオですね。よし、もう一個行こう。もう一回ね、もう一回取ろう。あっこ寄せ出てくんのかな。あっこ狙い目で行こうか。じゃあ、危ない、このパターン怖いよ。当たっちゃって、当たっちゃったね。 OK、 あと一個、あと1個ハート。あと1つのハートください、私に。あー、ちょっと、くそう。もう一回、もう一回。ほんと運だな、これ。ライフ出るかどうか運だよ。当たっちって。当たったらダメだよ。これでもこの1匹目で出てくれるとありがたいんだけどね。だいぶ楽になるね、後の稼ぎ。危ない。あーつもーつもーあつもーって。落とせよー、1匹目で落とせよー。オッケー。あー、ルピーいらん、ルピーはいらん。おい、早いな、急に早くなるやろ。よし、な、怖い怖い。オッケー、オッケーじゃない、一個も出てないよまだ。オッケー、このまま逃げよう。ここで、うわー、当たった、当たった。敵の出現ポイントは上がんないもんね。妖精出るの的はあれ、あ、ここ出るでしょ。あ、1個出た、よし、1個出たよ。オッケー、けー、早いよこれ、これ来たでしょ。イエーイ、レインボー、レインボー。ライフガード製品名だね。よし、行こう。ステージ13、指輪を手に入れよう。指輪は分かんないな、どういうことだ。敵全員倒す感じじゃないな。あー、ちょっと入れてください、入れさせてください、指輪。オッケー、こういうことか。指輪を手に入れよう。ここ、
こういかなあかんのかな。こう開ける術がわからん。開かない。開かないね。開かないね。あー間違えた。うわ、これ開かないの。どこで開くんや。敵全員倒さなあかんのか。おお、地獄地獄。これ下の階やろ多分。下の階の行き方がわからんね。ちょっと待って、ちょっとわからん。この部屋じゃないの。この部屋から出てみよう。違う、ミスになった。じゃあやっぱりあの中だよ。あ、通してください。よし、これは値打ちもんですって言って、どぎつい関西弁、関西弁がね、商人はどぎつい関西弁を言いよるって。あ、また B ボタン押しちゃった。まあ体力使い切ってないのに。これ何でしょうね、わからんのだよね。開け方がさっぱりわからんの。敵倒してみるか。倒せるだけ敵を倒してみよう。ん？わからんな。敵を倒そう。とりあえず。あ、これあれか。あれに当たったら痺れちゃって剣が出せなくなる。あの周りを徘徊してる、よわからん火の玉みたいな。敵は倒した。敵倒したけど、これの開け方わかんないんだよね。これの開け方だよ。なんだ、いろいろやっては見るもん。ああ、開けるじゃん普通に。なんだよ、なんで地味に、地味にそんな使ったの。タイムロスじゃん。オッケーオッケー、よーし、タイムロスしちゃった。あ、でも星3つだ。星3つだからいいでしょ。あ、ピンボール、ピンボールまだできるね。よかったね。リミックスステージではあるけどピンボールまだできますね。じゃあステージ14、強敵を倒そう。強敵？これ強敵な。オーケー、倒した。肉弾戦、すごい肉弾戦。爆弾、肉弾戦、肉弾戦。オッケーオッケー。もう結局ただの肉弾戦やった。あ、レインボーならず。まあ仕方ないか。さあ次は15ステージ15いっちゃいましょう。あ、行きます。マジカルソードをもらおう。ここ行きゃいいかな。使いこなせるならこれを授けよう。いただきます。ヒントを聞き出そう。はい、ただでは話せないよ。20ドル、20ルピー払おう。この先の山を上に行ったところに何かって書いてあったな。この先の山を上に行って行ったところかな。あ、ループだな。これやばいな。ちょっとさっ、あ、いった、いった、いけたわ、いけたわ。
やばいなと思って、さっきのヒントをもう一回見直そうと思ったら、やばいやばい、こいつやばい。こいつやばい、こいつ強い。一匹倒した。後ろ取りたいな。 OK 取れた。笛、あー構成ってことか。なんだ、敵倒さなくてもよかったんじゃん。じゃん、もう笛を取って5つ目のトライフォースを取ろう。笛鳴らすー。 OK、 攻略法とか知らなかったけど笛鳴らすで合ってたね。 OKOK、 やまないやまない、敵の攻防はやまない。 OK、 トライフォース取ったよ。次なんだ、次のダンジョンを探すとか。あー、6つ目のトライフォース取ろう。これ目でしょ、目を狙わないと。 OK、こういうことだね。すごいな、ゼルダやったことなくてもね、もうやったことないわけじゃないけども、クリアまでやってないのに、初代ゼルダはね、クリアまでやってなくても分かるっていうのはすごいね。うん、自画自賛ですよ。はいはいはい、流れは大体分かったから、じゃあこれ星3つ取ろう。大体の流れを把握した。マジカルソード使いこなせるかください。 OK、 ヒントを聞き出そう。はい、うん、払いますから。ウェイウェイと行き、ああ、そんなこと言ってたね。それを読み切れなかったからね、これで合ってるか不安になっちゃって、これをひたすら上に行ったらダンジョンに行けたってことですね。はい、ウェイウェイと行きました。敵に当たっちゃったけどね。笛を取ろう。これをだから押しゃいいんだよ、敵無視してね。やめなさい、敵無視して押せばいいんだよね。押せないのか、ああ、取らないと押せないか。ああ、死んじゃって。どうしよう、ちょっと待って、やり直そう。ヒントを聞き出そう。え、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、はい。これ10ドル払ったらどう？ 10 ルピー。これでは言えないよ。ああ、どうさ。好奇心が。好奇心が僕をそうさせたんです。ごめんなさい、そうそうないです。後ろ取って、後ろ取ったはず、後ろを取れ、エンタよ後ろを取れ。 OK OK 取った、よし急がなきゃ、笛を急がなきゃ。よし取れた。でここ笛を吹く、笛を吹いて、笛の音めっちゃいいな、あのマリオの音っぽいけど。よし、ドライフォース取って、次の敵は弓矢を当てるだけ。急げよ、また星3つ取れないから。当たらなかった。当たらなかった。よっしゃ、 OK、 これでいいでしょう。
さあ星3ついけるかな。どうだ、行かない、行かないか。僕の想像ではここで星3つ取って、じゃあまた次回つって終わるっていうのを想像してたのに。もう一回行きます。ここだよ、ここ敵の後ろを取らないと。オッケー、どいて、お前だけだ。オッケー、早く笛をください、私に笛をください。オッケー、取った。笛を吹かせてください、私に。マリオの笛だよね、この音、音色は。地味にこのトライフォース取ってから時間かかるんですね。いけるかな今回。どうなんだろう、どうなんだい、いけているのかい。これはよし、どうだ、いけ。さあもう僕はコントローラー持ってないよ、いけるかな、行ってくれ。25秒、あー星は3つ、やっしゃい。レインボーじゃないからあんまテンション上がんないね。仕方がない。はい、ということで、じゃあ次回はこの続きからやっていきます。エンタのゲームイズザボックス、ご視聴ありがとうございました。